はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中三理科エネルギーの移り変わりのゼロの1回目です。まず前回の単元で位置エネルギー、運動エネルギーっていう力学的エネルギーは学習しました。でもそれ以外身の回りにもっともっとエネルギーありますよね。例えば、はい、熱エネルギーであったり電気エネルギーであったり、はい、光エネルギーであったり、はい、あとちょっとこれ分かりにくいかもしれないですけど化学エネルギーであったり、はい、音エネルギー、まあこういうエネルギーがあります。今回は、皆さん身近なものを使って、まあ、どのようなエネルギーがどのようなエネルギーに移り変わっているのか、それを、まあ、クイズ形式で出していきたいと思います。はい、まず、はい、これ例題1です。豆電球、この豆電球はだからもともと何エネルギーを何エネルギーにこう変えることによって、まあ、豆電球を光らせているのか、まあ、これ簡単ですよね。でまずはちょっと動画を見てください。はい、この電池につなぐと、はい、つきました。電池につなぐと、はい、つきました。はい。じゃあここで、はい、まあ例題なので答えいきます。はい、これはまず電池から流れてきた、はい、電気エネルギーを、豆電球光りましたよね。この光エネルギーに変えています。でここで本来の目的は光エネルギーに変えることなんですけれども、はい、ここ触ったら熱くなってますよね。はい、本来の目的ではない熱エネルギーにも一部変換されています。さあではここから問題です。はい、次モーター。はい、モーターは、はい、このどのエネルギーがどのエネルギーに移り変わっているか、でその先ほどみたいに一つじゃないかもしれません。その目的外のエネルギーも考えてみてください。まずは、動画です。はい、電池につなぎます。はい、モーター回りました。はい、もう一回つなぎます。はい、モーター回りました。はい、いいですか。はい、じゃあ皆さん考えてくださいね。はい、まずこちら分かりますよね。最初のエネルギーは電池とつないだので、はい、電気エネルギー、はい、これが、はい、何に変わったか、はい、運動エネルギー、はい、このプロペラを回転させる運動エネルギーに変わりました。はい、それと、はい、ここ触ると若干暖かくなっていると思います。はい、熱エネルギーにも変換されていますし、はい、音もしてましたよね。はい、音エネルギーにも変換されています。さあ、じゃあ第2問です。はい、次光電池。はい、まあ太陽電池のことです。はい、この光電池は、はい、これもまず動画見てください。はい、今この光電池と、はい、この電子オルゴールをつないでいます。はい、でここに光を当てると、ちょっと音小さいですけど、オルゴールが鳴り出しました。はい、ということはこの光電池は、はい、ここ分かりますか。光エネルギー、光を当てて、その光エネルギーを、はい、電気エネルギーに変えました。だから太陽光発電なんかは、まあ、これの大きいやつをもういっぱい並べて発電してるっていうことです。
で、ここで今度先ほどの電子オルゴールはこの光電池が作った電気エネルギーを音エネルギーに変えてあのオルゴールの音を出しています。はい、もう一問。さあ、乾電池です。これちょっと難しいですね。はい、で動画は、はい、これ電池をつなげると、はい、豆電球が光ります。ということはこちらは電気エネルギーだというのは分かると思います。さあ、こちらです。いいですか皆さん。はい、正解は、はい、化学エネルギーを、はい、電気エネルギーに変えています。で、この乾電池、まあ、電池の授業っていうのは中3の最初、あのイオンを習った時に電池っていう単元があります。で、ちょっとこれもここのところにその、電池の授業の、リンクも貼っておきますので、なんで電池が化学エネルギーなんかがちょっと分かりにくい人はそちらで復習しておいてください。では一旦今日の授業はここまでにします。まだ残り10問ぐらいあるので、どんどん続けていきたいと思います。では今日の授業は以上です。